高松琴平電気鉄道1万系電車は、高松琴平電気鉄道に在籍した電車である。1001プラス1002002プラス1001動車の自社、発注車で、1952年日立製作所、笠戸工場製。制御電動客車の1001と1002による2両1、編成の2両が在籍したが、1986年に廃車になった。 琴平線での急行運転実施に備え、昭和20年代の地方私鉄向け電車としては、珍しく、先進的な機構を備えて完成し、以後20年近くにわたって、琴平線の急行用として徴用された。車体は、長さ17メートル級の半高性で、窓配置は D1D9D1。ノーシルノーヘッダーで前面のみ張り上げ屋根となっている。連結面は、 霧妻構造とされ、二両固定編成で設計された、ためこと電の車両で初めて広幅貫通路と貫通ホロ、それに密着連結機が採用された。車内の座席はロングシート、釣り革にはバネで窓側に跳ね上がるリコ式が用いられ、運転台は片隅式であった。当初の床面はリノリウム張りであった。主要機器は日立製作所の自社製機器を搭載したが、 一部は、流用品が使用された。主制御機は、直列8段、並列8段、弱め回、G1 段、発電ブレーキ16段という構成の MMC、HB10 多段電動カム軸式、自動加速制御装置が採用された。運転台の主管制御機に、電磁直通ブレーキへの指令機能を組み込んで、日本初のワンハンドル制御を実現したことが、本形式の最大の特徴である。 速度が低下して電気ブレーキが弱まった段階でマスコンを6ノッチへと進めると電線が有効のまま電磁磁化通弁が動作してブレーキシリンダーに空気圧を送り込み5ノッチ4ノッチを適宜使用することで急配備を行って確実な停車へと導くことができた。これは日立製作所が次世代の高速電車用ブレーキシステムとして開発したものであり本形式は その実用第1号であった。しかしながら、このシステムは操作が複雑で、しかも高速域でのブレーキの立ち上がりの際に、発電ブレーキと空気ブレーキの動機が適切かつ自動的に行えないという問題を抱えており、この点でアメリカのウェスティングハウスやブレーキ社が開発した、スミ、HSC 電磁直通ブレーキの巧妙かつスムーズな、 動作と操作の容易性を両立した電空動機機構に明らかに見劣りしたため他の鉄道には全く普及しなかった。日本においてワンハンドル式制御機が本格的に採用されるのは1969年登場の東急8000系以降であるがこれには本形式の日立系システムは何ら寄与していない。主電動機は新品の日立製作所製 HS-355 各社に気づつ分散搭載した。これは吊り掛け駆動方式の電動機としては後期の設計であって低格回転数が高く特に最高速度が時速 100km に達する急行運転時にはその性能を遺憾なく発揮した。その他の主要機器については1001にパンタグラフと主制魚器1002に電動発電機と空気圧縮機を 分散搭載して2両で共用するユニット構成となっている。この機器分散のコンセプトは一見すると後に国、私鉄の構成能電車で広く取り入れられたものと共通であるかに見えるが、本形式の場合は1954年に三菱電機近畿日本鉄道の共同開発によって実用化された MM ユニット方式とは異なり、本来1両の電動車に集約すべき機器を 地上施設側の過重制限からやむなく2両に分散したに過ぎず、その本質においては全くの別物である。とはいえ、本形式の機器構成が当時としては非常に先進的かつ意欲的なものであったことは、間違いなく、心臓時には大手を含む、施設各社の注目を集めた。本形式の電装品については製造当時は、琴平線が1500ボルト、指導線。 長尾線が600ボルトであったため、指導線への乗り入れを考慮して、副電圧対応になっていたが、入線に必要となる指導線の地上施設改良、言い換えれば車両限界の拡大が進まなかったために、この副電圧機構は一度も使用されず、1500ボルトに昇圧後も指導、長尾の両線に入線することはなく、本形式は最後まで、こと平線専用車として運用された。 台車だけは旧式の中古品が採用された。映画地下鉄線型が戦後台車交換を実施した際に余剰品の払い下げを受けた汽車製造会社製 3H 型台車が流用されており、このためイコライザーに地下鉄の第3機場用コレクター集の取り付け跡が残っていた。この台車は昭和初期に日本の 各車両メーカーが好んで製作したボールドウィン系の蛍光組立式イコライザー台車の一種であったが、新造品ではなく中古品が採用された理由は、定かではない。日立製作所では、同時期の多種鉄向け新車にも、A 段中古台車を装備して納入しており、それらには中古台車形式でなく、日立独自の形式を与えた事例もある。 常日の日立オリジナルの電空動機ブレーキ機構の影に隠れてしまっていたが、本形式には電磁直通弁による電磁直通制動に加え、直通制動の欠点を補うため m 2 a 三動弁によるアム自動空気ブレーキが搭載されており、運転台にもこれを操作するための M-23 ブレーキ弁が搭載されていた。当初はコンピラ号とネーミングされ、 琴平線の急行を主体に運用された。1959年には急行専用車として、車内は一方向固定のクロスシートに改造され、同系の制御機を搭載する造備車である線 10, 10系、コンピラ2号とともに、急行を中心とする限定運用でその瞬速を活かして運行された。しかし、日立 MMC 系自動加速制御機を搭載する、これらの2形式は、 HLK 主導加速制御機を搭載する在来車を増結することができない上、ブレーキの取り扱いも全く異なるため車両数が不足するラッシュ時でさえ運用することが難しく、休行の廃止後は次第に持て余し気味となっていった。その間、1973年にはヘッドマークの撤去や釣り革の普通型への交換が実施された。 そして製造から28年が経過した1980年には更新を兼ねた大改造が実施された。この際、地上施設の制約がなくなっていたことから、主電動機を1001に集約し、1002は制御者化された。さらに制御機は HL 式、ブレーキは電磁 SME にそれぞれ変更された。これにより他の各形式との並結が可能になったが、 高回転数で出力を稼ぐ、主電動機の特性と、強トルクの低速モーターに適した制御機のマッチングが悪く、しかもブレーキ改造について、電性乗用を前提に設計されていた元の配管を極力流用した結果、機器が悪くなってしまったことから、使用頻度はさらに低下した。このため、 1986年2 0 7 0系1 0 7 3から1074の導入に伴い廃車された。電車を50年、60年単位で使い続けることでにおいて、車令34年での廃車は異例の速さである。廃車後しばらく普通生産工場の引上げ線に留置されていたが、後に解体されている。平成20年3月28日より、 河原町駅で1日フリー切符ことで電,電車シリーズ3枚セットを購入した人先着100名にシリアルナンバー入りの1一点1零0 0 2号車。どちらかの写真付き車両春工図1枚がプレゼントされた。端子電圧 750V 時定格出力 112.5kW、1050rpm。各社の事情は1001が34トン、1002は33トンで、 ほぼ平均化されていた。なお、電動車の自重課題を回避することを目的とする、主要機器の集約分散配置は1950年、収益開始の山陽電気鉄道850型、などに先行事例が見られた。ことででは後と1200型を譲り受けするのにあたり、同様の構成に変更している。1010 10型は制御機こそ1万型と同型機器を搭載していたが、 搭載する MT7 型手電動機が同じ日立ち製ながら国鉄払い下げの低回転、強トルク型で特性が全く異なっていたため並結不能であった。このことから各社の自調の平均化を起としたユニット構成は保守上不便であったことが伺える。ありがとうございます。